よよく話しかけられますよね。あ、この辺にいつも情報やなくて毎回毎回ですよね。毎回よろしくお願いします。 OK です。極秘主義のもののことでしょ。あ、そうですそうですそうです。だから日本はね、これと本当に大変残念であります。はい、国の国旗とか国の通い家隊の通い家関係に対して、敵対的な、まあ、ありますですよ、これ毎回言う。ありがとうございます。いや、ご苦労様です。こんにちは。どちらまで行かれますか。今六本木通りの方に向かってます。あ、六本木通り了解です。まっすぐまっすぐやなことで、ここ今右左でしょ。ご苦労様です。あ、ちょっと待ってください。あ、本当何なんか気に入ってた点があるんですが、直日記ついてるじゃないですか。はい、これついてる問題があるんですが、あと どういった理由で問題があるんですが、どういった理由でつけてるか問題があるんですが、まあ一応その問題があるんですが、周りさん、ね、入れれないんで、なんで日本国の国旗に対して、はい、ね、敵対的な行動を示すいつも、これ3年でありますね。大変3年で思わないですか。第五機動隊の大変3年で思わないですか、毛利さん。大変3年で思わないですか、ね、日本の国旗、日本の海洋自衛隊の海洋自衛艦機、ね、対して、ね、敵対的な行動を取ったりとかするんじゃないですか、あなたたち。いや、そんなことないと思う。あるんですよ。まあ、それやなかったら声かけないでしょ。まあ一応それやなかったら声かけるんですか。まあ、全員声かけてるんで。かけてる。みんなに、じゃあ今ここに立って、ここに立って、まあ何人声かける、ちょっと見せてください。見せてください。何人に声かける、見せてください。OK です。国旗とね、直立国旗に対して、ね、敵対的な行動を示す、はい、毎回。これおかしいと思わないよ、周りさん。向こうの人も来てるでしょ、偉い人。来てるでしょ、店で。大学近代の A っぽい。はい、ご苦労様です。はい、言わない。ここ、公共の場所、周りさん。あ、公共の場所。公共の場所、これ国民の地域でしょ。この辺に歩くのは、これ、国民としていいよ、良い権利であるんですよ。これ、日本国憲法を保障してくれるんですよ。はい、この辺動くのは。はい、あ、合ってる？当てます当てます。ここはいい方向、違反行為なんかあった？はい、ないですよ。ないでしょ？国境の福祉に反しましたか？ええ、全然。信じてないでしょ？はい。だから理由と根拠なく国民の自由要因ね、権利を阻む行為はこれ。どちらも行かれるのか？あと10人声かけてください。この予選にも声かけてください。はい。じゃあ、今ご覧の通り。これ、故郷の場所なのに、故郷の場所なのに、人の静けさを、妨害。じゃないと思わないと、マオリさん。はい。これ、故郷の場所でしょ。あ、うん、じゃあ、まあ、故郷の場所でしょ。だけなんで。ね。ご一緒にさせていただいてるわけで。わかる、ご苦労様ですよ。あ、そうご苦労様でしょ。ただ、極意好きと、認証機ちょっと大切にしては、大切に扱って、いただきたいです。意味わかる？日本語わかるか？認証機わかる？認証機。認証機とあと極秘主義にももうちょっと大切にしてほしい。ね。だから僕その人やなかったらどうする、周りさん。え、その人じゃなかったら？じゃなかったらそうそう。だから見かけで判断するでしょ？もう見かけで判断する。判断するでしょ？これ毎回毎回。いや、まあ。じゃあごめんなさい、忙しいと思うんだけども、よろしいですか？全然大丈夫なんですけど、ちょっと待ってくださいなら。ああ、でも、この。この辺に歩くために許可が、いらないよ。ここは公共の場所で、周りさん。あ、そうですね。公共の場所だから、この権利を行使するのに、許可が必要ではございませんよ。お周りさん。はい、こんにちは。こんにちは。何や、応援できたかな。でも、なんか許可なんかが、これ公共の場所なのに許可が必要ですが。大丈夫ですね。大丈夫って言ってるじゃん。大丈夫。あ、でも今、ちょっと待って言われた。たった今ちょっと待って言われた。だからちょっと極秘主義と日曜日もう少し大切に扱ってほしい。日曜日と直日記ももっと大切に扱ってほしい。もちろんそれは当たり前でしょ。日本人でしょ。日本人でいらっしゃる。日本人でしょ。はい、だからに日本の国旗ね。あとそっちで極秘主義、うん、ね。これ
敵対的な、ね、行動を取らないでください、はい、これもう本当におかしいですよ。毎回毎回この辺取るときに静かに歩いているのに、こんなもう今2人たまに8人前取り囲んだ日もあります。だから人の顔も覚えられない。申し訳ありません。僕その人やなったらもうちゃんと謝らない、いろいろこれ問題ですよ。そうですね。じゃあ他に何かあるんですか。大丈夫です。大丈夫、ありがとうございます、はい、ご苦労様です。頑張ってね。結構若いね。え、若いですか。若いね。もし心配あったらまあ一緒にいて先生構いませんけど。あ、どっちよ。あ、ご指導前六本木通りの方に向かってます。わかりました、はい、はい、ご苦労様です。はい、ご苦労様です。お疲れ様です。はい、あ、前もあったね。前あったでしょ。頑張ってね。